これより我が忍衆の後継者を決める。お前たちはその地に向かい、そこで起きている問題を解決するのだ。わしは二人がこの旅で互いに成長し、俺たちは盗賊なんかじゃない、信じてくれ。構わねえやつめ。おい、大丈夫か。すごい。先ほどは村の者が失礼したの。別に気にしてません。早いな、アシュラ。お前、医者なのか。医者ってわけじゃ。ちょっと来てくれ。あなたに母の病気を治してほしいの。これってもしかして真珠の。ダメだ、俺の力じゃこの病気は治せない。すまない。アシュラ、ちょっと来いよ。こんなにこの病気で死んでるのか。そうよ。間違いない。これが真珠だ。これは、さっきの病人たちに生えていたのはこれだ。真珠の力が土地を豊かにしてるってのか。人間の方が先に汚染されると思う。汚染ってことは、ここの食い物を食うとあの病気にかかるってことかよ。旅の者よ、それは気づいていたことじゃ。それまでこの地は荒れ果てた土地だった。だったら井戸を掘ってみては。無駄だった。この土地に横たわる固い岩盤がそれを拒んでおるのだ。旅の者よ、わしらにこれ以上関わるな。所詮お前たちでは決断などできないようだな。解決するとしたら、やっぱり井戸を掘るしかないんだ。何年かかろうとやり遂げる。おう、カンナ。何やってるの。水さえ出ればみんな真珠に頼らなくていいだろ。無理だわ。できるかできないかは関係ない。俺はやるって決めたんだ。インドラ様だ。もう戻ってきたのか。よく戻った。で、守備は。万事仰せの通りに。羽衣様、インドラ様が先に戻られました。アシュラの帰りを待つ。決めるのはそれからだ。アシュラ、本気で井戸を掘ってるの。俺はそう決めたんだ。あんたたち、俺たちも手伝う。こそ我々は長き呪縛より解き放たれる。羽衣様、すでにアシュラ様が旅立って1年になります。心配するな、そろそろアシュラも戻ってくる頃だ。アシュラ様だけではないぞ、あんなに大勢。お帰りなさいませ。ただいま。
元気だったか？ずっとアシュラ様の帰りを待っておられました。そうなのか。ではこれより忍衆の後継者を発表する。アシュラに任せる。なぜ私では不満なのか、その理由をお聞かせください。望み通り村の者たちに水を与え、神樹を処分した。村の人間たちは水の利権を争い、自らの身を滅ぼしたそうだ。だがアシュラは村の人々と共に苦難の道を歩いた。兄さん。なぜだ、なぜ俺が選ばれない。今からもう一度羽衣様に掛け合ってみようぜ。俺たちも力を貸す。アシュラか。インドラは変わってしまった。シャインガンのせいでな。これよりお前にわしの力を託す。大丈夫か？兄さん。なぜだ、なぜ俺が後継者に選ばれない。しかし村の連中は結局俺の力にすがったのだ。この力を使い、力による完全なる秩序を作る。力を持つ者こそ心を忘れてはならんのだ。人々は恐怖による統治では従わない。もう後戻りはできるのだ。インドラ、その目は。すまない。シャリンガンは進化する。もうやめてください。俺は兄さんとは戦いたくない。だがその程度では私には勝てん。行くぞ。皆力を合わせるのだ。力のない連中が群れたところで意味などない。終わりだ、兄さん。私も天命を全うする時が来たようだ。ゆうべインドラがやってきた。インドラか。俺がここに来たのはこれから地獄と化す忍衆の未来を突きつけるためだ。間の絆などという奇弁を盾にしてな。俺はアシュラとその一族を、俺の魂は何度でも蘇り戦い続ける。私の魂もまた何度でも蘇りましょう。父上、羽衣様。お父様。おじいちゃん。父上。その戦いはアシュラとインドラが死んでもなお続いた。
そして今は渦巻きナルトと内葉サスケだ。長く続いた忍びの因縁に真実の答えを出してくれる。